はい、テイルズ・オブ・レジェンディア実況プレパート38やっていきましょう。水の民の里にやってまいりました。寝るんだった。パンガマ、パンガマ、パン作っていいの？待てよ。まあせっかくなんでパンは作るけど、あと何個作るんだっけ。いちごサンド出ました。いちごがない、しょうがねえな。別にこれ作るなら別に上のもの作んなくても下のものだけ作ってればいいんですけど、じゃないわ。大事な話があるの。どうしてお兄さんに会わないの？せっかく連れてきたのに。今会ってちゃんと話さないとあんたたちダメになっちゃうよ。それでもいいの？私はメルネスだもの。自分のことだけ考えるわけにはいかないよ。生意気な。フェニモールだって私に責任を果たせって言ったじゃない？あんたさ、なんでメルネスやるの？あなたの力はみんなを幸せにするためのものよ。みんなを幸せにしたいから。自分を幸せにできない奴が他人を幸せになんてできるわけ？しのごの言わずお兄さんとこ行きなさい。好きなんでしょ？お兄ちゃんが選んだのはお姉ちゃんだから。やっと本音を吐いたわね。えい、痛いよフェニモール。いきなりどうしたの？何よ、普通じゃない。メルネスだってチヤホヤされて、立派な人だって褒めすやされて、全然普通じゃない。あんたなんかただの痩せっぽっちよ。何なのよ、わかんないよ。だから私がどうすればいいか教えてあげる。お兄さんにぶつかっていきなさい。お姉さんに遠慮することなんてない。あんたのお姉さんは死んで、あんたは生きてる。あんたには幸せになる義務があるの。お姉さんの分までね。セネルさん宛に手紙が届きましたよ。
フェニモールからだ。フェモちゃん、なんだって？裏庭にお越しください。ただしお一人で。なんじゃラブレターか。背の字も隅に置けんの。ラブレター？なわけないっしょ。フェモちゃん、きっとりっちゃんを連れてくるんだよ。ちょっと行ってくる。さーってと。お前たち覗き見はするなよ。ギク。怪しい行動をとるとワルターさんに何をされるかわかりませんよ。そうね。行かないと。お兄さん待ってるよ。うん、分かってる。大丈夫、あんたならうまくいくから。そうかな。私の誠の名は何？祝福。そう、私が保証してあげる。あんたは可愛い。誰もあんたにかなわない。だからきっと大丈夫。ありがとう、フェニモール。私頑張ってみる。お兄ちゃん。久しぶり。ごめんなさい、お兄ちゃん。忙しいところわざわざ来させちゃって。元気がないって聞いたけど平気か？大丈夫、心配しないで。いろいろやることがあって疲れてはいるけど、でもそれだけだから。そうか。フェニモールに吹き込まれたのね。あの子ったら大げさなんだから。それだけシャーリーのことを心配してるんだよ。分かってるよ。フェニモールには感謝してる。なあ、シャーリー。これから先は今までのようにはいかないだろうけど、もし何かあったら遠慮なく俺に言ってくれよ。ミュゼットさんって人に言われたんだ。妹が困っていれば何があろうとどこにいようと即座に駆けつける。それが兄というものってさ。立場は変わっても俺の気持ちは一緒だから。お兄ちゃん、あのね。うん。私、お兄ちゃんに言いたいことがあるの。お、シャーリー。いきなりこんなこと言うとお兄ちゃん驚くと思うけど、でも聞いてほしいの。私、お兄ちゃんのこと。ダメだ、シャーリー。どうして？
お兄ちゃん、どうしてダメなの？お兄ちゃん！俺は、ステラのそばにいてやらないと。そうだよね。お姉ちゃん、今までずっと一人だったんだものね。うん、これからは私が一生懸命やらなくちゃ。お姉ちゃんのおかげで今の私たちがあるんだもの。私、きっと一人前のメルネスになるよ。お姉ちゃんのためにも。だからお兄ちゃん、お姉ちゃんが安心して眠れるよう見ててあげてね。シャーリー、お姉ちゃん喜んでるだろうな。知ってた？お姉ちゃんってずっとお兄ちゃんのこと好きだったんだよ。出会ってすぐの頃からいつもお兄ちゃんのことじーっと見てたんだから。それは。そんなことないだろって思ってるでしょ。でも私には分かったんだ。もちろん分かるよ、当然じゃない。私、そろそろ戻るね。今日は本当に来てくれてありがとう。元気でね、シャーリー。おかえり。どうしちゃったんじゃ、セノジ。どったの、セネセネ。むすーっとした顔しちゃってさ。別に。クーリッチ。結局あんたたち似た者同士なんだね。二人とも不器用でさ。悪かったわね。ああ、泣きそうな顔しちゃって、みっともないったら。どうせ私はみっともないわよ。もういいでしょ、ほっといてよ。いいのよ、誰も私のことなんて。フェニモールだってそうよ。さっさと故郷へ帰ればいいじゃない。帰れるわけないでしょ。こんな状態の友達放っておけると思う？私とフェニモールが友達？何よ、不満だって言うの？私、友達初めて。嘘。嬉しい。すごく嬉しいよ。あんた、実は寂しい女だったのね。ううん、寂しすぎ。仕方ないじゃない、そういう立場だったんだから。はあ、つまり私はあんたに友達の何たるかを教えないといけないわけだ。友達はいいわよ。他愛のないおしゃべりでひたすら盛り上がれるし、恋の悩みだって相談できるし、それに悲しい時には一緒に泣いてあげられる。
ん？うるさいですね。急に大声を出すなんて品性のかけらも。ワルタ！ワルターが俺たちを訪ねてくるとはな。バーツラフの残党が見つかった。スティングルも一緒か？確かに伝えたぞ。待ってくれ。俺たちにそんな話をしてお前はどうするつもりなんだ？こちらから先制攻撃を仕掛ける。メルネスにとって脅威となりうるものは全て排除しなければならん。俺たちも一緒に行く。案内してくれないか？セネル、本気か？ワルターだけに任せてはおけないだろう。そうだな。うん、クーリッチの言う通りだ。確かに放っておくわけにはいきませんね。よし、やっちゃるか。というわけだ。頼む、ワルタ。外で待っている。みんな、出発の用意だ。張り切ってますね、セネルさん。そうか？ええ、まるで少しでも早くここを出たいと思っているかのようです。いろいろ気まずいもんね。誰かそこの寝ぼすけを何とかしてくれ。おい、ノーマン、起きないか？かなず。痛い、耳引っ張んないで、引っ張んないで。起きろ！ふっ。爆睡娘。ではでは。よろしくね、ワルチ。お前たちと慣れ合うつもりはない。さっさと行くぞ。セノジ、ジョーちゃんに挨拶してかんでええんか？いい。シャーリーには私から事情を説明しておく。よろしく頼む。あ、薬全然買ってなかった。あぶねえ。相当使ったね。この辺はちょっと金が。お、あずきやん。よし。これは素晴らしい。やはりシャーリーは水の民の装いが一番だな。ありがとうございます。
それでは我々も出発するとしよう。託船の儀式を執り行う場所に。はい。さてでは12時方向へ向かい目指すのはパーツラックの隠し砦。12時方向無駄なことをするんだろう。パンクはね、TP 回復できるから。先に手を出したのはそっちだからな。さすがに階段沿うか。それそれそれ。レンガ飛燕客。それそれそれ。レンガ飛燕客。何をするつもりなんだ。レンガ飛燕客。それそれ。スキッチ強弱振り切った。レンガ飛燕客。次も新しい呪文書。呪文書なんだよね。呪文を覚えたわけではない。見えてきました。レンガ飛燕客強弱グレイブクライヤマレンガ飛燕客聖人レンガ飛燕客何をするつもりだ聖人するつもりよレンガ飛燕客聖人ま、よくで、次回こちらの隠し砦の攻略ですね。まず、皆さんのタックって。で、また来る。シャーリーはシャーリーで頑張ってるってことでね、こっちはこっちでパーツラフの担当をしっかりと片付けていきましょう。ではテイルズプレゼンディア実況プレイパート38、最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さんまでにいけるなー。